皆さん、お忙しいところどうもありがとうございました。私は反貧困ネットワーク事務局の辻井と申します。プログラムのまず最初に主催者の、反貧困ネットワーク世話人代表の宇都宮さんからの解説をお願いします。皆さんこんにちは。選挙団体の反貧困ネットワークの代表選をしています弁護士の宇都宮健二と言います。今日土曜日の午後忙しいところ、この15ドルを求めて戦いに参加していただきましてありがとうございます。15ドルというのは日本円に直すと今円高が進んでますので、ちょっと 前では1ドル120円だったので円に直すと1800円、まあ、今はまだ下がっても110円にはなってないようですけど110円としても1650円、時給1650円を、アメリカでは実現されてます。ところで日本の最低賃金、まあ、参加された方は関心があると思いますのでご存知かと思いますけどいくらになってるでしょうか。現在の日本の最低賃金は全国平均が798円時給、それから一番高い東京が時給907円、それから最低は、高知、鳥取、宮崎、沖縄の693円になっています。で現在日本の労働者の平均的な実労働時間は月に150時間だと言われております。このもしこの最低賃金で、平均賃金、798円で月に150時間働いたとしたら月収は11万9700円です。最高の、東京時給907円でも、月収は13万6050円にしかなりません。まあ、こういう、日本の最低賃金は OECD の中では最低レベルです。まあ、ご承知の通り日本の、憲法、25条は生存権を保障してますし労働基準法1条は働いている人が人たるに値する生活を営むそういう権利を定めてますけどこの最低賃金では一人で生活していくことはもちろん子供を産み育てていくことも極めて困難な水準であると言わざるを得ません。それから日本の最低賃金は都道府県別に定められているのも特徴があります。一番高い東京で地方に行けば行くほど低くなっている。でしたがって、地方から東京の方に、労働者が、流出する、こういう現象が起きています。地方の過疎化が起こっています。今の政府は地方創生というのをスローガンに掲げてますけど地方創生のためにまずやるべきことは全国一律の最賃制を定めるということではないかと思いますけどこういう当たり前のことを全くやろうとしないのは今の安倍政権だろうと思っております。ヨーロッパはほとんどの国が全国一律の最低賃金制を定めております。ドイツはこれまで最低賃金制がなかったんですけど、2014年に、法律ができまして昨年の1月から最低賃金が時給 8.5 ユーロ大体1100円ぐらいになっています。でアメリカは今日高須さん青野さんの方からお聞きもあると思いますけど、連邦の最低賃金は 7.25 ドル、約870円なんですけど、各州ではそれを上回る最低賃金を定めていくことになってますしそれから都市部ではこの今日、タイトルにある15ドルに向けて、最低賃金を引き上げるロサンゼルス、シアトル、サンフランシスコ等々で、こういうことが決められているということです。まあ、この戦いなぜこういうことを勝ち取ったかということは後から詳しく報告があると思います。で日本の今の、貧困率は 16.1% ということになっています。国民全体の、貧困率 16.1% ということは6人に1人が貧困状態に陥っています。人口にして2042万人になります。でこの背景に非正規労働者の拡大、働く貧困層、ワーキングコアの拡大があると思っております。現在約2000万人が非正規労働者として働いています。全労働者の4割を占めるに至っています。中でも女性労働者の非正規率は5割を超えています。
で、この結果、年収200万未満の低賃金労働者が8年連続で1000万人を超えております。それで、まあ、安倍さんの政策というのはアベノミクスでですね、株を上げて企業の利益を増やせば、それがですね、滴り落ちて労働者の方に行って賃上げにつながるんだと、まあ、こういう政策をやってきたんですけど、2月8日に厚労省が発表したですね、毎月勤労統計という統計によりますと、我が国の労働者の実質賃金が4年連続でマイナスになっているということが発表されております。この間の政権の中で、まあ、株も今危うくなってきてますけど、賃金は全く上がってないわけです。で、安倍政権というのは、賃金を上げるために法人税をどんどん下げていってます。そして経済団体にお宅の税金を下げるから労働者の賃金を上げてくれということを、お願いしているわけですけど、こんなことじゃ上がらないわけですね。実質賃金が下がってる、増えてるのは企業の内部留保、貯金だけなんですね。現在の企業の内部留保は354兆円になっています。安倍政権が誕生、第二次安倍政権が誕生して70兆円ぐらい内部留保が増えています。安倍政権はよく女性が輝く社会とかですね、一億総活躍社会という私からすれば大変これは空虚な スローガンなんで、本当に賃上げをやろうと思ったら最賃法を変えればいいんです。今自公は与党で多数を持ってるわけなんで、法律を変えることは簡単にできます。最低賃金法を変えて一律時給1500円にすればですね、いやがおうでも全国の最低賃金は上げざるを得ないわけです。それからこの最賃の引き上げっていうのは、私は、日本の場合は労働者の組織率、労働組合の組織率は、どんどん下がってきてる。今 17.4%、 パート労働者は 7% ですね。こういう状況ですから、未組織労働者の賃金引き上げ、とりわけ非正規労働者の賃上げに与える影響は非常に大きいんじゃないかと思いますし、そのことによって、正規労働者の賃金も底上げされる。本当は日本の労働組合全体がですね、全国一律の最賃1500円を目指して春闘を戦うべきだと私は思っています。で、そうすれば内需が拡大しますから、こういうアベノミクスの大失敗みたいにならないわけです。まあ、こういう、景気循環にもつながるということです。それで実は日本の中にもですね、エキサスという若者グループが最近最低賃金1500円を、以上を求めてデモを行うようになっています。最近私知ったんですけど、エキサスというのはラテン語で公正や正義ということらしいんですね。だから貧困や格差っていうのはかわいそうな人を助けるような運動ではダメなんだと、正義を求める、正義の戦いだと、そういう認識、人権や正義を求める戦いこそが貧困をなくす戦いなんだ。そして最賃の引き上げもそういうふうに位置づけて戦う必要があるんじゃないかと。そうすれば労働組合だけの戦いじゃなくて、私のような弁護士や一般の市民も参加したですね、全国民的な運動になるんじゃないかと思っております。春闘が始まるようですので、本当は労働組合もこの最賃の引き上げの問題を全力を挙げて取り組んでいただきたいと思いますし、まずは私たちは今日お二人の報告によってアメリカの、活動をですね、運動に学んで日本でもこういう運動を広められないかと、思っている次第です。今日一日よろしくお願いします。皆さんどうもありがとうございました。それでは、早速、本日のデマである15ドルを求めて戦う米国各地で相次ぐ最低賃金の引き上げはどのように実現したのかというテーマで、高須さんと青野さんのお話をお願いします。はい、私は一橋大学ペアレバ研究教育センターの高須といいます。まあ、ここに書いてあるとおり2006年から作ってやってるんですが、その前は全国一般労働組合というところでずっと組合の先陣をやって、労働相談だとか組合作りとか、まあ、いろんな介護装備とかをやってきました。まあ、その中で、まあ、2000、
3年までやってたんですけど、2004年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校の労働研究教育センターに7ヶ月ほどちょっと置かせてもらってですね、アメリカの労働運動について勉強して入ってきて、それから前後してずっと行き来をしながら、アメリカ労働運動と日本の労働運動をいろいろ考えてやっています。特に最近、ちょっと労働教育のこともやっていまして、高校生あるいは大学生の労働教育をどうするかということで、で定時制高校なんかにも呼ばれて教えに行ってるんですけど、高校生は結構最低賃金違反多いんですね。今東京は907円ですけども、850円ぐらいで求人が出てたりですね、私の近所のスーパーでも高校生850円、どういうわけだか、パートは907円ということで、ちゃんと分かってて、850円の高校生の求人を出しているようなところがあったりしてですね、最賃の問題って、私が組合やったところって最賃の問題ってそれほど当時は90年代から2000年代始め、まだまだそんなに組合をやってる人間としてそれほど大きな問題ではないのかなと思ってたんですけども、実はこの15年非正規化がどんどん進んでいく中で、やっぱりこの最低賃金をどう引き上げるか、ほとんどのパートやアルバイトの仕事が最賃に張り付いてますので、これ最賃をどう引き上げていくのかということをやっぱり考えなきゃいけないなということを痛感しています。はい、皆さんこんにちは。今日はお休みのところ集まっていただいてありがとうございます。私は明治大学の労働教育メディア研究センターで特任研究をしております青野と申します。このセンターはこのビルの8階に事務所がありまして、私はそこで主にビデオ教材の制作をしています。で今日は、アメリカの労働運動のことについてということで、なるべく皆さんがイメージを持てるようにと思いまして、2本のビデオを準備してまいりました。で1本目は2004年にロサンゼルスで撮影したもの で2本目は、去年の9月にニューヨークで撮影したものです。中盤と終わりの方で上映したいと思いますので、今日は最後までよろしくお願いいたします。それでは2人で手分けして順番にやっていきますけども、基本的にパワーポイントの内容を、手元に、今日は反貧困ネットの方で色カラー刷りでちゃんと大学だと白黒しか出てこないんですけど、カラーで用意いただきましたので、それを見ながら、あるいは表のパワーポイントを見ながらお話を聞いてください。全体の流れとしては、アメリカの最低賃金の仕組みがどうなっていて現状どうなっているかと、結論的に言うと非常に、15ドルに向けてどんどん今最低賃金が上がっているという話をしますけれども、それではその15ドルに上がっていく最低賃金、自動的に上がっているわけじゃないですから、どういうバックグラウンド背景があって、あるいはどういう労働運動社会運動があってこれだけの最低賃金の引き上げができているのかということで、少し具体的にちょっとアメリカ労働運動とかアメリカの労働運動と社会運動とのこのリンクも含めて、その背景的なことをちょっと直接最低賃金のことから離れますけれども、少しお話をさせていただいて、その中で、とりわけ、移民非正規マイノリティの人たちの組織化の問題とかですね、そういったことも触れながら、途中でちょっと映像も見ていただきながらですね、話をしていきたいと思います。で後半の部分では、じゃあそれがどういうふうにこの最賃運動につながって、とりわけ皆さんご承知のウォール街選挙運動の話をこれは外すわけにいかないんですけども、そういったことも含めてですね、後半それがどのようにつながって上がっていってるのかということを話していきたいと思います。で、ちょっと最初最初にですね、こちら見ていただくと、連邦最低賃金ってどうなってるかということで、日本と仕組みが全く違うので、ちょっと最初仕組みを理解していただきたいと思います。厚生労働基準法、日本の労働基準法と同じような法律ですけども、その法律の中に具体的に最低賃金はいくらって書いてあるわけですね。で現在は 7.25 ドル、7ドル25セントですね。それからチップをもらう労働者は非常に低くてですね、2.13 ドル、2ドル13セントという低い最低賃金になっています。
これはまあ、最後2009年、まあ、オバマ政権になってからですけど、まあ、連邦議会ではそのブッシュの時代に民主党が連邦議会の当時多数になりましたので最賃を上げようということで民主党が主導して最低賃金を上げています。ということで連邦議会での上院下院それぞれで法律の改正が必要なんですね。厚生労働基準法という法律に書いてある具体的な数字を変えないと最賃は上がらない。これは日本では審議会でやって審議会で決めて中央と各都道府県において賃金の審議会で最低賃金の審議会で議論をして厚労省で一致するかあるいは公益が出すかといろいろあると思いますけれども審議会で決めていく方式ですね。それで毎年毎年少しずつ曲がっていますけれどもアメリカの場合は基本的に議会で決めないと法律を変えないと上がらないという仕組みになっています。その上でさらに州の最低賃金を定めることができる。これはもちろん連邦の最低賃金を上回る額で定めることができるということで現在29の州とワシントン DC はちょっと特別区になってますので州とは別扱いですけども、まあ、同レベルでワシントン DC 含めてこういうところがそれぞれ最賃を決めています。で上の方から順番に金額の高いところから順番に並べてますけれども、ワシントン DC が 10.5 ドル、それからカリフォルニアが10ドル、アラスカが 9.75 ドル、まあ、ここにずっと書いてありますけれども、こういうふうに、どちらかというと東海岸と西海岸のそれぞれの州で、比較的、高い最低賃金が定められていると。でまたいくつかの州では、まあ、消費者物価の上昇率や生計費の変動に連動して最賃を引き上げる規定を、持っているところもあります。でこれが州レベルですね。でさらに市や郡レベルですね。アメリカの場合は日本の場合郡、何々郡北多摩郡とかありますけども、行政機構としては意味がないですけどもアメリカの場合は郡にも財政と意思決定機構がありますので郡レベルでもこういう条例を定めることができるようになっています。で市や町や、まあ、郡やいろんなところで基礎自治体のところで、最低賃金を定められるようになっています。で現在これちょっと数をどうカウントするかとりあえず私がちゃんと確認できたのは22の市や郡で最低賃金を定めています。でただ州によっては、基礎自治体が最低賃金を定めてはならないというふうになっているところがあって例えばルイジアナ州とかいくつかの州では市や郡が定めることを禁しているところがあります。これは、ルイジアナの場合はニューオリンズ市で最低賃金を市が勝手に定めたら州で州法を変えて、最低賃金を定めてはならないというふうにしてできないようになっているところもあります。でそういう中でですね、特にサンフランシスコ、ロサンゼルス市からロサンゼルス郡からシアトル市などでは、これから大体2018年、19年ぐらいにかけて、まあ、順番に段階的に15ドルに上げていくということを条例化しています。この細かいことについてはお手元の、こういう世界のコピーを配ってあります。この中開いていただくと、一覧表が出ています。それぞれ、2003年ぐらいから現在の特に2012年13年以降に急速に各自治体で、それぞれ最低賃金が定められてどんどん上がってるっていうのがよく分かると思います。ということなんで、自治体レベルでこういう形で最低賃金が定められるようになったって本当この数年、2、3年の話だというふうに理解しておいてください。仕組みとしてはこういうふうになっています。それでこれをそれぞれ地図に落としたですね、緑の部分が連邦の最賃より高い州最賃を定めているところで、ブルーのところは連邦最賃と同額から紫の濃い紫は州最賃がない、それから薄い紫は
連邦最賃より低い最賃が定められる。これは州の場合も州の条例で変えていきますので、条例が変わらないとその最賃が、固定したままなんですね。だから連邦最賃が上がったのに州最賃上げてなければ、州最賃の方が低い、だから低い場合は連邦最賃が適用になってますので、基本的にはだから、ね、連邦最賃と同額か、あるいは連邦最賃の高いかというふうになってます。やっぱこれを見ていただくと、西海岸と、まあ中部に少しいろいろありますが、あと東海岸の上の方というところがそれぞれ、高い最賃を定めているというのが分かると思います。で、じゃあどうして、こういう最低賃金が、まあ、高いところは15ドル、あるいは州レベルでも9ドル、10ドルの最低賃金の引き上げが進んでいるのかということなんですね。で、ちょっと歴史を振り返るとですね、アメリカ労働運動の衰退時期というのはもうこの30年ぐらいずっと言われている話で言い古されているんですけども、組合組織率がどんどん減っているということで、1980年に 23%、民間は 20% あった組織率が、一番最新の1月に発表になりました、まあ、2015年のデータによると 12.1%、 これはまあここのところちょっと下げ止まりしてるの、去年と同じ数字なんですけれども、80年代にガンとこう下がってですね、23から10年間で 16%、 それから15年間で 5% ぐらいの下がり方ということですね。で、民間の下がり方がもっと大きくてですね、民間 20% から90年に 11.9%、 今 6.7% なんですね。だから民間部門の、労働組合の衰退が非常に、進んでいる。特に中部南部の地域だともうほんの数パーセント、ほとんど労働組合がなくて、あっても、自治体の組合だとかですね、教員組合だったりということで、公共部門の、組合しか残ってないような実態のところも南部の方はあります。ということで、非常にその一方で、まあ、ニューヨークなんかだと 24-5% ありますし、カリフォルニアや、西海岸の方も、20% 近く、 10% 10% 台の後半の組織率がありますので、まあ、地域によって非常に大きな違いがあります。でもいずれにせよ組織率が下がってきているということですね。で、その背景としては、まあ、いろんなことが言えると思いますけども、グローバリゼーションが進んで、まあ、政府が新自由主義的な政策、とりわけ、まあ、80年以降、まあ、レーガン政権以降、まあ、共和党政権下で、まあ、非常に反組合的、新自由主義的な政策が取られてきているということですね。とりわけレーガンが、大統領になってすぐ、アメリカの空港の管制官が、まあ、1万人ぐらい組合にいましたけど、レーガンを支持した共和党支持の労働組合だったんですけども、交渉が決裂してストライキに入るとしたレーガンは職場復帰をしろと命令して戻らなかった管制官全員1万人ぐらい飛び切っちゃったことがあるんですね。まあ、以後、政府が組合潰しをやるということで、当然使用者はそれに悪乗りして組合攻撃をやって、80年代労働組合、まあ、それまで比較的アメリカっていうのは労使協調的な、まあ、いわゆるビジネスユニオニズムということで、ビジネスとしての役員のビジネスとしての労働組合じゃないかって言われた意味での、まあ、サービスを提供、組合費をもらってサービスを提供して役員が高額の報酬を得るっていうような労働運動が、続いてきたわけですけども、そういった協調的な労使関係すら許さないというような使用者側の対応が続いていきます。特に、このライトワークロード、これは今アメリカの中で25の州で、こういう法律が、定められ条例が定められているんですけども、労働権法って言い方、あるいは働く、権利の法律というふうになるのかもしれませんけども、要は労働組合に入らないで働く権利を認めるということで、ユニオンショップとか組合費のチェックオフを禁止する手法です。これがどんどん広がってて、ここのとこ、この数年もまたウィスコンシンとか比較的労働組合の強かったですね、ミシガンとかですね、ミシガンなんていうか、自動車産業の拠点だったとですね、だから、全米自動車労組の最大拠点だった州でもこの法律が、条例が通っていまして、ますます組合費が集められない、ユニオンショップも認められないというような状況で、組合がますます弱体化していく
方向に進んでいる。これは共和党が強い州ではどんどんこの条例を制定しようという取り組みが進んでいます。これは今半分以上の州でこういうのがあるんですね。結果として、組織率がどんどん減っているわけですけど、まあ、アメリカの場合はぜひ知っておいてもらいたいのは団体交渉権を確立するためには、まあ、連邦政府機関である全国労働関係局っていう、まあ、日本でいうと労働委員会というようなイメージなんですけども、その管理の下で選挙を行って過半数の支持を得ないと団体交渉権が生じないんですね。ですから例えばこの明治大学で教職員組合を作る、そしたら明治大学の教員職員に投票してもらって過半数の支持を得ないと、ここにいくら労働組合を作っても断交権がない、過半数の支持が得られなかったら団体交渉権がないということで使用者と全く交渉が できないんですね。ですから逆に言うと少数組合が団体交渉をやって労働協約を取ると今度は労働組合の懐の声だという話もなるような法制度になっています。ということでますます労働組合が強い、作りにくい、仕組みの中で使用者側の攻撃を受け、さらに、まあ、グローバリゼーションの進展の中でアメリカは、まあ、製造業がどんどん衰退して、まあ、サービス業を拡大していくということで、もともと労働組合は製造業を中心にありましたから、組合がどんどん、衰退していく。でそういう中で、まあ、サービス産業が広がって小規模あるいは多店舗型の事業展開が進んで、まあ、そこに移民労働者が80年代以降ドッと入ってくる、しかしなかなか労働組合ができない、でそういう中で非常に低賃金労働者が増えているということで、まあ、相対的貧困率が 17% で、まあ、実はこのアメリカの次は日本ですけれども、先進国の中でも貧困率は高い方ですね。それから、全労働者の 42%、 それからちょっと人種や、性による差がどうかということで言いますけれども、黒人労働者の 54.1%、 中南米系労働者の 59.5%、 女性労働者の 54.7% は時給15ドル以下で働いているという統計データも出てますということなので、女性の場合は半分以上ですね。ただ黒人あるいは中南米系の労働者も半分以上の労働者が、15ドル以下で働いている、まあ、そういうことでこの15ドルというのが一つ、マイノリティ、女性たちの半分以上の人たちがそういう状況で働いているということであれば、最賃を15ドルに上げればこういう人たちの賃金がみんな引き上げることができるということで、まあ、議論となっているわけですね。でこれはよく出てきたトマ・ピケティ のグラフですけれども、所得格差はどこからどう広がっているかということですね。トップ10分位ということですか、トップの 10% が占める所得の中での割合が示されてて、1940年代の半ばから1980年代までは 35% 下回ってますね、おおむね。それが80年代以降右肩上がりでどん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 上がっているというのを示しています。まさに格差がどんどん、トップの 10% が占める割合がどん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 増えている。今は 50% ぐらいを、占めているわけですね。これはやっぱり、80年代以降特に所得税の累進課税のところ、最大の一番高いところの課税がどん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 下げられちゃってますので、その所得税の問題ももちろんあります。それも含めて、ますます富めるものがますます富んでるという、構造を表しているんだと思います。で、そういう中で低賃金労働者の存在と、まあ、一方で富裕層をますます富めるんでいく。で労働運動はそれに対してどうしたかということなんですけども、私たちずっと議論をしていますけども、まあ、社会運動ユニオニズム、まあ、社会運動的な労働運動への転換をずっと80年代以降ですね、とりわけ草の根の、まあ、現場の労働運動はずっと、まあ、追求してきたんですね。それで、次から次からストライキをやってもストライキを入れられて、全員首切られて敗北していくというようなことを80年代以降、まあ、いろんなところで繰り返されてきますね。そういう中で、まあ労働運動が崖っぷちに立っていく中で、まあ、どういうふうに戦略的に転換するのかということで、まあ、一つの産業の中や企業の中で、やってても、負ける一方なので、どういうふうにそれを外につなげていくかということで、やっぱり彼らは考えたつながりをどう作るのかということで、まあ、地域、コミュニティに、まあ、労働運動の同盟軍をどう作るのか、
それが以後この30年ほどの間の課題としてずっと取り組まれてきたわけですね。まあ、地域のさまざまなコミュニティのいろんな団体、あるいは移民コミュニティですね、それからさまざまな社会運動、これは60年代70年代からずっとつながってくる公民権運動だとか環境保護の運動だとか、さまざまな社会運動とどうつながるか、さまざまな NGO、 それからアリアの進歩的なキリスト教の教会、アメリカは、まあ、いわゆる、極右あるいは保守派のキリスト教会もありますけれども、進歩的あるいは非常にリベラルな立場を取る教会、まあ、カトリックの教会もあるいはプロテスタントの教会もありますので、まあ、そういった教会とどうつながっていくか。というわけで中南米の移民の人たちだと大体みんなカトリックの人たちなんで、まあ、そういう人たちと教会とのつながりも強いから、そういう人たちと教会、それで労働運動をどうつながっていくのか。それからもう一つは大学のレイバーセンターですね、労働研究教育センター、こういったものとのネットワークを作って共闘を作っていく。それから社会運動の戦略戦術から学びながら、まあ、それを労働運動に取り入れて、これも後で具体的に市民的服従の映像がお見せしますので、ぜひ実際どうなっているか見ていただきたいと思いますけれども、やはり公民権運動を起点にですね、これアメリカの60年代から70年代の社会運動から非常に学んでいるわけですね。それから当時の、まあ、とりわけ80年代90年代の労働運動の担い手の中心はやっぱり学生運動世代が一つの中核になってますので、68年の経験した人たちも労働運動の中に入っていってさまざまな活動をしていますので、そういった流れの中でですね、まあ、労働運動の、転換がまあ進んでいくわけですね。でそういう中で一番顕在化したのは1995年に FLCIO の会長選挙でですね、当時、SEIU という全米サービス従業員組合の会長であった、スイニーさんが、選挙で保守派の候補を倒して、まあ、FLCIO のリーダーシップを取るということで、大きくここで路線転換をしていきます。そういう中で、彼らが最初にやったのはやっぱ地域労働運動の活性化と、それからそれまで移民は排斥する方向だったのは移民労働者を受け入れて、まあ、それを組織化していこうと、それからさまざまなコミュニティや、あとでちょっと触れますけど、労働者センター、いわゆる労働 NGO と連携をし提携をする、あるいは加盟を認めていくという形で、大きくナショナルセンターの路線も変わってきます。でこの背景はもちろん地域からの労働運動が背景にあって変わっていきます。でそれはちょっとこれもだいぶ前に作った図なんですけども、これ地域労働運動という観点から見ると、まあ、一番下にコミュニティがあり移民コミュニティがあって、そこにさまざまな移民労働者の、まあ、権利を求めて、戦う組織があったり宗教グループがあったり、アメリカの場合は経済的公正を求めていく、エコノミックジャスティスということを課題にしていくさまざまな NGO があります。それから労働者センターとかですね、こういう草の根の運動をベースにしながら、まあ、中央に座っているのは地方労働組合評議会、これは日本でいうと、まあ、現在だと連合だと地域協議会とかですね、まあ、地方連合に近いかもしれませんけども、そういう組織でやったり、まあ、全労連だと地区労連とか、県労連とか、そういう組織になるんでしょうけど、昔の日本で、総評時代だと地区労だとかね、県評とかって言われる組織に近い組織ですけども、そういう地域の労働組合の集まりですね、アメリカは産別組合になってますので、産別組合の支部がここに加盟しているわけですけども、そこを中核にしながらさまざまな組織と連携をしながらですね、でコミュニティと連携しながら運動を作っていく、彼はメイキングコネクションズっていう言い方をしますけども、つながりを作っていく。それから右の上の方には、まあ、大学のレーバーセンターともつながっていく、そういう形で、まあ、運動が作られていきます。で社会運動ユニオニズムとして何を課題にしていったかということで、やはり低賃金労働者にやっぱ焦点をずっと当てているわけですね。で低賃金労働者の労働条件をどうやって改善するか、やっぱりそれは組織化こそ労働条件を改善の道だということで、未組織労働者、低賃金労働者、移民労働者の組織化をどうするかということで、80年代後半から90年代に、まあ、すごくうまく成功したのは、まあ、ビル清掃労働者の組織化ですね。
これはビル清掃労働者に正義をということで、ジャスティス・フォー・ジャンターズのキャンペーンということですね。これは後でちょっと映像の中で少し出てきますけれども、これはSEIU が当時ですね、ビル清掃業務が、それまではだいたいビルの管理会社、あるいはビルのオーナーが直接ビル清掃労働者を雇用して直雇用だったんですね。だということであれば、ビルごとに組織化していけば、清掃労働者の組織ができてたんですけど、それが、委託になっていく、ビル清掃会社に業務を全部丸ごと委託しちゃう、アウトソーシングしちゃう、そういう中で、組織率は激減するんですね、80年代で。そうすると個別のビル清掃会社いくらやっても、労働条件改善して良くしていくと委託契約が取れなくて、全員クビ、次は委託契約が取れなかったのにクビだということになって、組織化してもしても潰されていくということで、ここで大きく路線を転換をして、ビルの所有者とか管理者をやっぱターゲットに、管理会社をターゲットにしながら、あるいはテナントにもいろいろアプローチをして協力を得ていく、そういう中で、ちゃんと委託契約もちゃんとまともな給料の払える委託契約に、組み替えさせていく、これをずっとそうしたキャンペーンをやって、成功していきます。日本では堅牢地のブレッド&ローズという映画を昔上映、日本でも上映されましたけども、あの映画の中でも分かりやすく描かれています。それからもう一つは在宅介護労働者の組織化です。ここも移民たちが中心として、働いている移民マイノリティ の職場ですけれども、在宅介護労働者、日本でいうと、ヘルパーさんということになりますけれども、これをやっぱり個別の利用者が使用者である、ただ介護報酬は州から来ている、そういう中で、州あるいは軍の側は使用者は利用者なんだから利用者と交渉しなさいということだったんですね。でしかし予算は全部州から出てきているということで、結果としてこれは州、最終的には州議会で条例を作らせて、軍ごとに利用者の使用者団体を作らせる、で使用者団体と労働組合が交渉するということで、で使用者団体は州と交渉して予算を取っていくる、で介護労働者の賃金を上げていくという仕組みを作って、今カリフォルニアですと例えば25万人の介護労働者が組織化されています。こんな風にいくつかの新しいモデルを社会運動ユニズムは作っていきます。それからもう一つちょっと見といていきたいのは、いただきたいのは、労働者センターという組織です。で、これ現在大体全米で200以上あると言われています。で、多くは大体90年代から2000年代にどんどん作られていって、現在も、あちこちで、作られています。で、先ほど言いましたように団体交渉権がですね、職場の過半数の支持を得ないと発生した、これは全国労働関係法っていう法、日本でいうと労働組合法なんですけども、その全国労働関係法によって、過半数の支持を得ないと団体交渉権発生しない、だから労働組合いくら作っても、役に立たないんですね。であれば組合でなければいいわけですよね。労働 NGO であれば全国労働関係法の規制を受けませんので、使用者と交渉しようが何しようが勝手、逆に言うと使用者も交渉を拒否しても勝手ですね。当然全国労働関係法の下で団体交渉権があれば、使用者側は団体交渉の拒否はできません。しかしその枠外であれば、使用者側は拒否はできる、ただ労働 NGO も交渉を求めることができるし、その交渉の結果合意に達すれば、合意書を作ればいいわけで、それは労働協約とどう違うのかというような議論になりますけれども、そういうことで、労働者センターをどんどん NGO という形で作っていく。で、いろんなタイプ の下の方に載せておきましたけど、産業とか職業、仕事別の労働者センター、特に日雇いだとか厚生労働者とか、家事労働者、ドメスティックワーカーというような人たちですね。それからレストランだとか、車の洗車をやる洗車の労働者とかですね、あるいはタクシーとかですね、こういう従来労働組合が組織化してこなかったとか、あるいは組織化しにくいところ、
について、どんどん労働者参加ができています。それからあと地域ごとにも、日本のコミュニティユニオンとその点でよく似てますけども、地域ごとにいろいろ組織をしていく。ロサンゼルスだとあのコリアタウンあの、にキワというコリアタウンミネラルワーカーズアライアンスという組織がありますけども、そういうコリアタウンだとかいろんな地域ごとに、労働者センターもあります。それから移民の出身国ですね、例えばフィリピン系の人とフィリピンのワーカーセンターとかですね、それぞれ、移民の出身国別の労働者センターです。こういったあの大きく分けると3つのタイプの労働者センターがあるんですけども、それがあの全国各地で、まあ、例えば労働生活相談やったり、個別の使用者と交渉したり、会員という形で組織化をしたりですね、それから労働者の権利を学ぶということで労働教育をやったりですね、それから移民政策とかさまざまな地域の問題も含めて取り上げる、まあ、政策実現の取り組みであるということをどんどんやっています。それから労働組合との相互の連携協力、あるいは、先ほど言いました地方労働組合評議会ですね、まあ、労働組合の地域組織に労働者センターの加入も今認めていく方向で動いています。特にあの、産業別のところでタクシーですね、タクシーは、まあ、アメリカの場合多くの場合は個人事業主扱いをして車をリースで借りて個人事業主が運転手がまあ個人事業主として、働いているというタイプになっているんですけども、料金などの許認可権はまあ自治体が握っているということで、ですね、日本の場合はタクシー会社に雇用されている場合が多いですけども、そういうことでなかなか労働組合として組織されてこなかったんですけども、これはニューヨークあるいは今主要な大都市で順番に労働者センタータクシーワーカーズアライアンスというような組織を作って、それぞれがですね地域ごとにまとまった労働組合となり、全国組織として今 FLCIO にも加盟をしています。こういうふうなところで労働者センターと労働組合がまあある意味で相互にこうリンクをしながら、あるいは場合によっては対立する場合もあるんですけど、対立しながら、あるいは場合によっては協力しながら、まあ、運動がもう一個進んでいる。でそういう中でこういう、まあ、バックグラウンドを、まあ、労働運動の変化を背景にですね、まあ、賃金をどうやって上げていくかということで、まあ、連邦最低賃金がなかなか上がっていかない、そういう中で、生活賃金キャンペーンというのが広がっていくんですね。でこれはあの今日本でいうと日本の後契約条例に近い、あるいは同一のものです。場合によってはこちらの生活賃金の方が範囲が広いので、日本の後契約条例よりはもっと広い範囲に適用されていますけれども、それはまあ生活賃金条例、リビングウェイジオーディエンスというふうに言いますけれども、これが1994年に今最初 の運動が始まり、以後2000年代現在までですね、今130以上の自治体でこの条例が制定されています。これも先ほど言いましたように労働組合と教会だとキリスト教教会だとかさまざまなコミュニティの運動団体、労働者センター、社会運動と連携をして、自治体でこれは条例を作らなきゃいけないので、自治体の議会を動かして条例制定させていくという形で、進んできています。で最初は自治体の民間委託先の労働者に適用する形で進んでいくんですけども、それをさらに範囲を広げて、まあ、公的資金を投入した施設ですね、例えば空港あるいは、公共施設ですね、そういう公共施設や空港の中で働くあらゆる労働者にも適用していこうということで、例えば、まあ、レストランとか店舗などのテナントですね。だから例えば、ロサンゼルスなんかのロサンゼルス空港の今テナントで入っているあそこはファーストフードとかいろんなレストランとか入ってますけれども、あるいは、いろんな、ブランドのショップだとかお土産、いろんなのが入っているわけですけれども、そういうテナントにもこの生活賃金条例が適用にされるというふうになっています。でさらに、それを空港周辺のホテルにも適用拡大しよう。それは空港によって恩恵を被っているんだから空港周辺のホテルも生活賃金を払えということで、
通常の最低賃金より、だいぶ高めの、生活賃金を設定して、でそれを適用していくという形で進んでいきます。でこれは同時にその対象となる労働者の組織化活動ともリンクしながら、まあ、進んできたわけですけれども、しかし対象をいくら広げるといっても何の関係もない、市自治体の領域全体に、まあ、拡大をしていくことが、まあ、なかなか難しいわけですね。そうすると根本的には最低賃金条例を制定していくしかないということなんですけれども、結局自治体の議会で通さなきゃいけないわけですけど、共和党は反対ということで、これがなかなか進んでこなかったんですね。でここでちょっと答えをします。はい、ここまで一気に最賃実現の背景についてお話をしてきましたけれども、ちょっとお疲れかなと思いますので、ビデオを見ていただいてちょっとリラックスしていただこうかと思います。でそれで今アメリカの、労働運動では90年代以降に社会運動的な労働運動に転換したということで、今具体的な例がいくつか出したことがあったんですけども、じゃあ実際にその社会運動的な、労働運動とどういうものなのかというのを映像で見ていただこうと思って、今日1本目のビデオ、市民的復旧というタイトルのビデオを持ってきました。で私たち2004年にカリフォルニア州立大学のロサンゼルスのレーバーセンターに、この明治とか一橋のレーバーセンターを作るにあたってちょっと下見に行こうということで退場したんですが、その時に遭遇したデモンストレーションがありました。でそれはホテルのロスのホテルの労働者、客室清掃員の主に女性たち の, デモだったんですけども、そのデモの様子を撮影したんですね。でその時にはですね、市民的復旧という行動があるから参加してみないかというふうに誘われました。で私全くその時市民的復旧どういうものか知らなかったんですけども、皆さんもご存知の方もいらっしゃると思いますが、調べてみると、個人がですね、良心に基づいてあえて悪法だと思う法律とかですね、その政府の命令に対して公然と非暴力で反対するというもの で代表的なものには納税や兵役の拒否があると言われています。それでアメリカでは1960年代に公民権運動の中でこの市民的復旧が一気に広まったそうです。でそれ以後この時の経験が今もういろんな社会運動の場面で継続して受け継がれているという、そういう非常に重要な運動なんですね。でそれでこの時 の, ホテル労働者の市民的復旧を行った目的なんですけども、あえてそのロスの市内のです、ね、メインストリートがあるんですが、そこのメインストリートの真ん中に座り込みをして、それでその客室清掃員の人たちの劣悪な労働実態についてロスの市民に知ってほしいと、まずそれを目的に行われました。そしてさらに彼らの労働運動に共感して、支援をしてほしいという、そういう訴えをするためにこの市民的復旧を行ったわけです。でビデオの冒頭ではこの市民的復旧に初めて参加する人のためにリハーサルも行われてまして、その様子も撮影することができましたので、ぜひその場面から見ていただきたいと思います。条件の改善を求めて戦うホテル労働者がいました。彼らは
地域の支援者と UCLA ダウンタウンレイバーセンターに集まり、市民的不服従のトレーニングを受けていました。2日後にその行動が予定されていたからです。アメリカでは今も暴力が絶えません。しかしここに集まったホテル労働者はインドのガンジーにルーツを持ち、アメリカの公民権運動の中で広がった非暴力の市民的不服従運動を学び実践してきました。この日のトレーニングには市民的不服従運動のリーダーであるローソン牧師も参加しました。彼は1960年にテネシー州ナッシュビルでレストランの人種隔離制度に反対する運動を組織した人です。この時多くの黒人学生が白人専用カウンターに座り込み非暴力で戦いに来ました。しかし警察によるマイノリティへの暴力はやめませんでした。ロサンゼルス市警察は労働条件の改善を求めてデモをしていたビル清掃労働者と市民に対し暴力的な弾圧を加えました。組合はデモ参加者に交代を指示しますが、警察はなお人々に暴行を加えます。警察の攻撃に驚いた参加者たちはかろうじて近所に避難しますが、50人が逮捕され60人以上が負傷し病院に運ばれました。参加者の中には2人の妊婦がいましたが、その1人は流産をしました。マスメディアはこの弾圧を大きく報道しました。その結果警察による暴力の実態が明らかにされ、市民や市議会から大きな非難を浴びています。市民的不服従のトレーニングの参加者は歴史について学んだ後、2人1組になって模擬体験をします。警察から挑発や規制を受けた時冷静に対応するためです。労働組合は政治的影響力を強め、警察や市議会と交渉してきました。その結果現在では警察による暴力的な弾圧をさせないという関係を作っています。8月13日の行動のクライマックスは、ホテル労働者と支援する市民が道路に座り込み逮捕されることです。市民的不服従では社会的不正義の是正や悪法の撤廃を求めてあえて法律に違反し社会的支持を集めます。逮捕されることでホテル労働者の劣悪な労働実態を人々に訴えるのです。Today is to highlight their work
the abuses that they have to go through every day, and at the same time to show the strength of the union, show the strength of the community, and that we're all together to support those workers. Thank you.
ながらとしていた、地域の中で特殊清掃員の人たちを、支援している、いろんな人たちの顔が見えてきたんじゃないかなというふうに思います。またこのビデオについて何か質問がありましたら、また後半の方で受け付けることにしまして、ですね、ここで次に展開をいきたいと思います。本来でしたらば再び最近の15度の運動のお話にもなるんですけれども、ここでちょっと緊張させていただきたいと思います。実はこの最近の15度の運動に非常に大きな影響を与えたと言われているのが、この皆さんもよくご存知のオール会選挙運動です。2011年の9月に始まりましたこの選挙運動が、その最近15度の運動にどのような影響を与えたのか、私なりにですね、メディアとの関係で2つのポイントについて今日ぜひお話したいというふうに思っています。最初に簡単に皆さんもう既にご存知かと思いますが、この選挙運動なんですが、2008年のリーマンショックの影響で多くの失業者、そして家を失う人たちが続出しました。その結果としてアメリカで非常に大きな所得格差が生まれたわけなんですけども、これに対して、若者を中心に、異議申し立てをするという運動がウォール街の小さな公園を占拠するという形で始まったわけです。でこの選挙運動にどんな人たちが参加したのか、なかなか日本からは見えづらいところがありますが、本当に個人でですね参加しています。それでこの中にはもちろん労働組合の非常に中心的な役割を果たしている活動家もいますし、また一般の組合員も参加しました。そして労働組合運動の中ではなかなか出会うことのない一般市民と出会って、そして小さなグループを作って、まあ、彼らはワーキンググループというふうに呼ぶんですけども、このグループの中で職場の問題、貧困の問題について、フェイス2フェイスで、やっぱり議論を深めていきました。でその中で労働組合に携わっている人たちは、先ほども言いましたような社会運動的な労働運動のスタイルについてより深めていったわけです。そしてこのウォール街選挙から、学んだものというのがあったと思います。でその一つがですね、 SNS、ソーシャルネットワークサービスですね、皆さんご存知の Twitter、Facebook、YouTube といったものを使ったものなんですが、これによってウォール街選挙運動は非常に大きな知名度を高めることに、成功したわけです。で当初ですね、選挙運動はなかなかマスコミにも一般の市民にも知名度があまり高くなかったんですけども、一つの映像、 YouTube の映像によって一気に広まったという経緯があります。これがこちらその映像なんですけども、なかなか知名度が上がらない中でも細々とデモンストレーションを行ってたわけですが、その時に、平和的に街の中をデモをしていた若者の女性 4,5 人がですね、今この警察によって赤いネットで囲われてしまっている場面なんですが、でこの後ニューヨーク市警がペッパースプレーを噴射するんですね。でそれで非常に暴力的な弾圧に出ているんですけども、これを一緒にデモをしていた選挙運動の関係者がビデオに撮りまして、すぐ YouTube にアップしました。ただ残念なことに、この日の夕方にマスメディアの一つ の, マスコミがですね、いや弾圧なんかはなかったんだと、でペパスプレーの噴射もなかったというように弾圧を否定する報道をしたわけです。でそれに対して2つ目のビデオをすぐ運動関係者がアップしまして、でそれはこのビデオに、スローモーションをかけまして、そしてその噴射をした、ニューヨーク市警の実名も上げて、でそれでもう確かに弾圧があったんだというようなビデオをすぐアップしました。でこういう形で YouTube に映像をアップしたことによって、一般市民の人たちもニューヨーク市警の弾圧がひどいんじゃないかということで批判の声がどんどん上がりまして、で結果として、他のマスコミ各社がそれを無視できなくなって、それでニューヨーク市警の批判の報道をしたわけです。でその結果としてウォール街選挙運動が全面に知名度を広げるという、そういうふうな結果になりました。でこの事件を通してですね、もしこの YouTube の映像がなければ、
ニューヨーク市警の弾圧を告発することもできませんでしたし、結果としてウォール街宣教徒がそれほど全米に広がったかどうかというのは分からないわけで、その意味でもやはりこの YouTube、SNS というもののツールを、まあ、運動側が手にしたということが非常に大きな役割があったということが証明されたわけです。でまた同時にですね、運動と社会運動とマスメディアの関係性もこの事件によって大きく変わったというふうに言われています。でそれはどういうことかというと、まあ、今まで社会運動は、まあ、知名度を上げるためにはどうしてもそのマスコミの報道が必要だったわけなんですけども、そういうその意味からも非常に、まあ、運動側は立場が弱い、マスコミに報道してもらわなければいけないという立場であったんですが、このYouTube のツールを手にしたことで、その立場が非常にそのマスコミの報道を誘発できるような、そういうような力関係が非常に今立場が平等になったというか、少し優位になったというような、まあ、そういうような関係性も作ることができたということが言えると思います。で、いずれにしてもこの SNS によって非常な、まあ、情報拡散能力を手にすることができたということが、これによって証明されたわけなんです。ただですね、残念なことも言ってありました。この映像を見た一般市民の人が、ウォール街宣教運動というのはやっぱりその一部の若者、過激な若者によるその運動なんじゃないかというような誤解を持った人もいまして、でそれに対してすぐ宣教運動の方は、まあ、そうではないんだというような SNS を発信したわけです。でこちらがその一つの例なんですが、左側はオープンブログです。でこう誰でもその参加できるんだということで、運動側がこのオープンブログをすぐ開設をしました。で今この彼女が手にしている紙なんですけども、ここに何が書かれているかといいますと、まあ、今彼女学生さんなんですが、今自分はその非常に借金も背負ってしまって非常に経済的に困窮しているという状態を書いています。そして最後に、まあ、私は 99% であってこの運動に賛同しますというふうに書かれているわけですね。でこういうような投稿がウォール街宣教運動があった2ヶ月間の間で約3000件上がっています。でまた同時にこの右側の映像なんですけども、この映像は10月の、まあ、始まって1ヶ月ほど経った頃の10月の上旬の、まあ、休日の公演の様子なんですが、まあ公園に市民がいっぱい座り込んで、今後の運動をどうやって進めていくかということで、非常に平和的に、直接民主主義的に、運動を進めているという様子を丁寧に撮影して YouTube に上げたものです。で、これを見た一般市民が、あ、これだったら自分も参加できるんではないかということで、その後多くの参加者が増えてきました。で、このように、まあ、SNS っていうのは、まあ、情報拡散っていう能力も非常に高いんですけども、まあ、ウォール街宣教運動の本来の目的である、まあ、貧困拡散に意義申し立てということに対する共感づくりという意味で、まあ、非常に大きな役割を発揮したと。またそれを、まあ、マスコミが報道することで今度は全米的な世論形成にもつながっていった。で、まあ、こういった事態をその後の15度の運動は、まあ非常に真似をしたというか、非常にそのいい点を活用していったというふうに言えると思います。で選挙運動自体はこのあと、2ヶ月ほど選挙するんですけども、11月の中旬に、まあ、強制撤去によってしぼんでいって、まあ、衰退して してしまうんですけども、年が明けまして2012年になりますと、今度は実際に貧困エリアが広がっているブルックリンなどのそういった地域の方に広がっていきまして、そこで地域の団体や労働組合とつながって、そして、その後に続く再中運動へと大きな展開をしていくという流れになっていきます。では再びここで再中の運動に話を戻したいと思います。はい、このウォール街宣教運動が一つの転機になって、まあ、次に行くわけですけれども、皆さんご承知の、
ファーストフードの労働者のキャンペーン、それからまあウォルマートの労働者のキャンペーンということで、波状的なストライキがちょうど2012年の秋からですね、まあ、ウォルガイ選挙運動は2011年の秋だったんですけども、その後、まあいろいろ次の運動をどう作るかということで、ファーストフードの方はやっぱり最初の出発点はニューヨークなんですね。でニューヨークのウォルガイの、オキパイ運動の活動家たちと、それから、まあ、労働組合としてはですね、ファーストフードの、まあ、SEI ですね、全米サービス従業員組合の、オルグたちとですね、それから、コミュニティの、まあ、ニューヨークいろんな運動がありますので、ニューヨークのコミュニティのいろんな運動の担い手たちが、まあ、一緒につながってですね、それでファーストフードのキャンペーンをやってからですね、で、12年の11月に、ニューヨークで、マクドナルドをはじめいくつかのファーストフードの店の労働者たちが、まあ、一斉に同じ日にストライキに入ると。でそれから、まあ、同じ頃に、まあ、ウォルマートっていうのはこの UFCW ということで全米食品商業労働組合が、組織化用としてて、組合作ってはお店を閉鎖されて潰されるということをずっと繰り返してて、組織化に成功してないんですけれども、ここがキャンペーン組織、まあ、アワーウォルマートというキャンペーン組織を作ってですね、でそれを全米のネットワークを作って、でストライキに入れる労働者をウォルマートの各店舗でストライキに入れていくと。でそこに、まあ、地域のさまざまなコミュニティのさまざまな人たちを参加してもらってストライキの支援をやるということで、まあ、下に写真が、マクドナルドとウォルマート出てますけども、で当事者の労働者はそんな多いわけじゃないですね、数十人、まあ、お店によって数人だったり数十人だったり、まあ、いろいろですけども、そこに、何百人、場合によっては1000人単位で地域のさまざまな人たちが、まあ、集まって支援集会で、それを全米各地で、同じ日にやっていくという形で展開をしていきます。で従来のストライキが組合組織したところが団体交渉決裂して人に入るとかですね、使用者の攻撃に対して道路の攻撃だということで争うときに人に入るとか、まあ何らかのそういう形だったわけですけど、労働組合として団体交渉権は認められていない、そういう中で組織化プロセスになるわけですけども、そういう中でまずストライキを先に入れるということですね。ということで従来の組織化キャンペーン、ストライキとは全く違う新しいキャンペーンのあり方を取っているということですね。それから、彼らはオンラインオーガナイズングという言い方をしているんですけども、SNS、を使ってですね、お互いに情報交換したり、まあ、お店が全部離れたところにそれぞれありますから、特にウォールマートの場合だと全米展開で、なかなか一つのところにはそんなに地域にたくさんウォルマートの店舗があるわけじゃないんで、州内あちこちにあったり、あるいはまあ州を越えてとか、そういう労働者たちをつないでいくのに、まあ、SNS をうまく活用しながら、まあ、組織化をやってる。それから、先ほど触れましたように断交権がない労働組合が、各、まあ、そういう意味では労働組合がない、職場で、労働者が同時にストライキに入っていく。でこういった運動とですね、それから、ファイトフォーフィフティーンドラーズということで15ドルを求める、戦いがこう、そのコミュニティの社会運動とも含めてこうつながっているわけですね。でそのこのファーストフードもウォルマートもいずれも、特にとりわけファーストフードの場合は15ドルを前面に出してやってきますので、ファーストフード労働者に15ドルをということと、全ての人たちに15ドルをということがこうつながっているわけですね。でそこにやっぱりコミュニティの人たち、あるいは、まさにコミュニティで反貧困を戦っている人たちや住宅問題やさまざまな、貧困に対する戦いを戦っている人たちがこうつながっていくわけですね。からもう一つ、このとりわけ、2011、12、13、14とこの数年間もですね、黒人の青年や少年たちが警官によって殺されるということが何度も繰り返されていて、そういう中でブラックライブズマターという黒人の命は大切だという運動がずっと全面に広がっているんですね。
これとこの15ドルを求める戦いがこうつながっていく、あるいはファーストフードの戦いがつながっていくということで、そういう意味では働いている労働者も、まあ、黒人の人たちがたくさんいるわけで、まさに、共通の課題として、ブラック・ライブズ・マター、まさに社会運動とこの労働運動が、まあ、合流をしていく、まあ、そういう中でやっぱり社会的に明らかに、まあ、このストライキをやるたびに、テレビや新聞などずっと報道するわけですね。それから自ら、Facebook や、ウェブサイトや様々なネットを通じて、発信もしていく。そういう中で、最低賃金で働いている労働者が顔を出して、自分たちがどういうふうに働き、どういうふうに生活しているのか、まさにこれストーリーテリングっていうふうな言い方もされますけども、自分たちの働く、あるいは自分たちの生活っていうことを表現をし、それをメディアや SNS を通じて社会に発信をしていく。そのことによって、まあ、もちろんメディアも注目するし、世論も注目していく。そういう中で、やっぱりこの最低賃金を上げていかないと、まあ、底辺のところがですね、まあ、貧困と、本当に困窮状態を置かれているわけです。そこをやっぱり底上げしていかないと、やっぱりアメリカ社会は大きな問題を抱えているっていうのをこう社会全体にアピールしていったんですね。それからもう一つはやっぱりウォールマートやマクドナルドのビジネスモデルっていうのは、結局税金を投入する生活保護で生計を支えられている、低賃金労働者に依存をしているんだと。そのことによって莫大な利益を上げているという事実も、これは研究、調査研究の中で立証されていますけれども、それも明らかにされて社会的に発信をしていく。そういう中で、あ、それはおかしいじゃないかと、ウォールマートやマクドナルドをボロ儲けしてるわけですけれども、かたやそこに働いている労働者が税金でなんとか生活しているという状態、おかしいじゃないか。それであれば最賃を引き上げさせて、ウォールマートやマクドナルドの賃金を上げさせるというやっぱり取り組みは必要じゃないかということで動いていくわけですね。で、これがまあ背景になって、まあ、相次ぐ最低賃金の引き上げが進んでいきます。それでこの写真はちょうどロサンゼルスに、まあ、去年の1月日弁連 の、 貧困問題をやってる人たちと一緒にロサンゼルスへ行って、時に最賃金引き上げの集会がありまして、Raise the Wage ということで、賃金を上げろという集会、これはロサンゼルスの視聴者前で開かれた集会の時の写真です。その時にこれは T シャツもらってきた写真ですね。Fight for 15 カリフォルニア、これ後ろにスペイン語で書いてありますけれども、こういう、まあ、T シャツも配ってですね、まあ、運動をやってるわけで、まあ、そういう中で、上がっていくわけですね。で、やっぱり重要なのは世論調査で見ても大体7割の人たちが最賃は引き上げるべきだというふうに賛成をしています。で、共和党の議員たちは反対をしているわけですね。だから、まあ、それぞれの議会で共和党が多数の方がなかなか通らないんですけども、にもかかわらず、まあ昨年の11月の中間選挙の時にそれぞれ同時に同じ時に、住民投票なんかもやるんですけども、まあ、共和党支持の4つの州でですね、アメリカの場合は直接請求で条例設定する場合、そのまま住民投票、州だと住民投票にかけてそのまま、多数を取れば、条例として成立するんですね。で、4つの州で最賃を引き上げる条例が通っています。ということで、共和党が、だから議会は通らないんですね、共和党が反対です。あるいは、知事だとか、あるいは自治体だと市長が反対すると通らないんですけれども、その州民投票で挙げるということを決めれば、議会がいくら反対しても通っちゃうわけですね。まあ、ということで、それはまさに運動の成果であると同時に世論がそれを支持しているということの表れですので、まあ、そういう中で、市や軍で最賃条例がどん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 できていく。これは先ほどの世界の論文の中に一覧表出てるので後で見ておいてください。で、これはまさに今労働運動とコミュニティとの共闘が広がっていて、これは先ほど言ったようにこれまで形成されてきた社会運動ユニオニズム、あるいは作られてきたネットワークが基盤となって
作られています。それから低賃金労働者が主体として登場しているんですね。ファーストフード、ウォルマート。それから、この間は空港の労働者だったり、介護労働者だったり、戦車労働者だったり、様々な、最低賃金レベルで働いているさまざまな労働者たちがこの運動の主体として登場しています。それからもう一方で世論は支持しているのはやはり最低賃金の底上げが、中流層の賃金相場の値崩れを防ぐという共通認識も広がっているんだろうと思うんですね。それゆえに、中産階級というか中流の人たちの支持も広がっている。それからあと最賃引き上げ、日本の場合はそうするともう最賃が上がっちゃうとやっていけねえという議論になるわけですけど、この間の最賃が上がった地域と最賃が上がってない地域との比較調査とかさまざまな研究調査もやられていて、むしろ最賃を上げたところは結局最賃、まさに本当に低賃金の人たちの賃金が大幅に上がりますので、さらにそれは消費につながって地域の消費を増加させ、で従業員が定着するようになって非常にポジティブな効果を与えているというふうに言われています。でここで交代です、本来今日のお話は最低賃金15分の運動なので、それですらここでおしまいということになるんですけども、実はアメリカでは労働運動はその先も今も、さらなる運動が続いていますということで、ちょっとお付き合いいただきたいと思います。で15ドルになるとですね、全労働者の約4割に賃上げの効果をもたらすと言われているんですね。で非常に希望を持てるんですけども、でもちょっと考えてみるとですね、解雇されたら賃上げの効果はないですし、あと労働時間の保障がなければ、やはりいくら単価が上がっても年収は上がらず貧困から抜け出せないという問題が残り続けるわけですよね。でこの問題に対して今非常に、労働運動の現場ではいろんな努力が行われています。で特にですね、これからお話ししようと思っているファストファッションの販売員の組合事務の話なんですけど、ここではオンコールという働き方、お聞きになったことはあるかもしれませんが、仕事がある時にだけ電話で呼び出されて働くという、そういう労働者が非常に増えているということで、こういった働き方に対してどのようにしたらいいんだろうかということが今労働運動の中で非常に大きな問題となっています。ですのでこれまでお話ししてきた最賃15ドルの運動がウォール街選挙運動のお話でも申し上げましたけども、人々の共感を作って、それを活用して世論形成をするキャンペーン型の運動であるということに対してですね、これからお話しするのは非常に古くて、しかし非常に新しい職場に組合を作るんだという、そういう取り組みになるというお話です。じゃあ具体的に見ていきたいと思うんですけども、昨年の9月にニューヨークに行きまして、そこで小売卸売百貨店組合という組合と出会いました。でここの組合は1930年代にできた組合で、非常に老舗の古い組合です。でここがこれまで取り組んできたのが、このファストファッション、ユニクロ、ギャップ、H&M と今非常に若者にも人気がありますけども、こういった販売員で働く人たちの組合づくりに長年取り組んできました。しかしなかなかうまくいかないというのが現状だということです。それで労働組合としては2005年に何とかこの状況を打開しようということで、小売アクションプロジェクト、通称ラップというふうに彼らは呼んでるんですけども、このプロジェクトを組合の中に作りました。でこれはどういうものかというと、なかなか組合に結成までいかないわけですから、組合員も増えないんですよね。でそこでただ組合結成に行かなくても問題関心を持っている販売員をつなぎ止めようということで、会員制度としてこのプロジェクトが生まれました。そしてその問題意識を持っている販売員の人たちを労働者運動に育成しようというのがこのプロジェクトの大きな目的です。でその後彼らはまたさらに、最近なんですけども、2014年に労働者センターを労働組合の外に作りました。先ほど高須さんの話冒頭の方でもありましたけども、全米に、いろんなタイプの労働者センターができているというお話がありましたが、ここでは
小売労働者のための労働者センターを2014年に作って、そしてここで何をやっているかといいますと、販売員の人たちをとにかく集めたいと。でそのために、販売員の人たちに関心が非常に高いだろうと言われているようなキャリアアップのコースとかですね、就活支援のコースを開設して運営しているわけです。でじゃあ具体的にどんなふうな取り組みをして結果として組合づくりにつなげようとしているのかということで、去年9月に、2人のディレクターにお話を聞くことができました。1人がこの高齢者プロジェクトラップのディレクターのレイチェルさんと、そしてこの高齢労働者センターのディレクターをしているアニカさんです。でお二人に大きく分けて4つの質問をしました。この様子はちょっとビデオで撮ってきてますので、一緒にちょっと皆さんと見ていきたいと思います。それで最初の質問なんですけども、労働組合がですね、このわざわざ苦労してこの会員のプロジェクトラップをなぜ作ったんですかという質問を、ちょっとまずしていました。ちょっと、一緒に聞いてみたいと思います。Because the union recognizes that within the industry of retail, being able to concretize union contracts is very difficult. And so they really wanted there to be an organization and an entity that would turn retail workers into organizers and people that can fight to make change within their own places of business, places of work, whether they were going to be able to get a contract, a union contract there or not. ここで彼女が言ってたのは、労働協約というものを結べないと。で労働組合にとって大きな役割というのは、つまり断交して経営側と労働協約を結んで初めて労働条件を改善できるわけですから、この労働協約を結べなければ労働組合としての存在価値がもうないに等しいわけですよね。でそこで非常にやっぱりこの労働組合は危機感を感じた。でその結果としてこのプロジェクトを作ったという、彼女の回答でした。でこの後ですね、私はちょっと意地悪な質問をしたんですけども、じゃあ果たしてこのラップ会員の、プロジェクトなんですけど、会員制のこれを作ったら本当に労働条件改善できるんでしょうかということで、ちょっと聞いてみましたので聞いてください。There are a number of ways that we fight for workers' rights. Some of them are through legislation. So like you'll see behind us, the Fight for 15 was a recent campaign that the fast food workers ran and won to raise the minimum wage from $7.75 to $15 an hour for fast food workers. They won it was a legislative win that happened through the state apparatus. Sometimes RAP organizers are able to put enough pressure and shine the light on an employer enough that they'll change the practice without even having to pass a different law. So the on-call scheduling is a good example of that. Since about 2012, RAP has been organizing to push back on-call scheduling and have people stop it. And I think last year, the Attorney General's office, Eric Schneiderman in the state of New York, got roped in and sent a number of letters out to employers asking, do you use this practice? How often do you use it? How many employees does it affect? And we've seen, since the combined efforts of the RAP organizing and the Attorney General's letter, Victoria's Secret and Zara and Gap and Abercrombie and Fitch have all said that they will now end this practice. ここでレイチェルさん、非常に重要なことを指摘されていたと思うんですけども、先ほどずっとお話ししてきた15ドルの運動というのはやっぱり条例の制定運動だと。でそれに対して私たちはラップで経営者に圧力をかけているんだと。だから方法が違うんだということをはっきりおっしゃってましたけども、その結果としてこのオンコール的な働き方、経営者に圧力をかけて今非常にそのように、世論もそれ盛り上がって、オンコールをなくそうという方向に今経営者が動いているという非常に前向きなお話もありました。で次の質問なんですけども、こんなにラップはいいことをやってるんですけど、ただ販売員の人たちが労働組合やこのラップに関心を持ってもらわなければ、非常運動が広がらないわけですよね。
そういう意味ではもしここに皆さんユニオンの関係者がいらっしゃったら分かると思うんですが、やはり今どうやって労働者の関心を、まあ、そういった運動に結びつけるかということで、実は3つ目の質問として販売員の関心をどのように集めているんですかというような質問をしていました。So it happens in a few different ways, and I think most effective ways begins with Center for Frontline Retail. So maybe Anika can talk a little bit about how the classes roll and how people get pulled from the classes. My name is Anika Campbell. I'm the director of the Center for Frontline Retail. Center for Frontline Retail is the worker center. We provide services to assist retail workers. We've partnered really closely with the Retail Action Project and the RWDSU to provide our services to organizing models. And so some of the services that we offer include career advancement classes, such as a customer service training class, a visual merchandising class. We also offer healthcare services, so workers can sign up for the New York City Marketplace to get health insurance. We advertise online through Craigslist, which is the site. It's pretty popular in New York. And we advertise in the job section. So anyone looking for a retail job, click on that link and we'll see our free classes advertised. はい、かなり具体的なお話を聞けたなというふうに思ってるんですけど、やっぱり労働組合の中にあるプロジェクトではなかなか若い人たちその販売の関心を集めるのは難しいだろうという判断で、労働組合の外に労働者センターを作ったんですよね。でそこがよりその販売員の関心を集めるために、 彼女たちが関心のあるそのキャリアアップのコースを作っているということで、具体的には顧客サービスのクラスとかですね、販売促進のクラスを開いていると。でまたもちろん労働者の権利のクラスもやるんですけど、その一方でやはりこれが一番関心が高いと思うんですが、就活支援のクラスを行っているということで、ここでは具体的なお話なかったんですけども、その後に聞いた時には、例えば今就活もほとんどオンラインで行われますので、こういったオンライン申し込みのサポートをするとかですね、あとは評価テストの模擬をするとか、またあとグループインタビューの模擬もやると、まあ、こういったようなクラスをフリーで提供している。でそういうのをネットに出せば、もちろんフリーですから販売の人たちがどんどん集まってくるということですね。ただですね、こういった就活支援のクラスをやるには組合にはノウハウがないわけなんですね。でそこで彼らはどこに助けを求めたかというと、ワークフォースワンというですね、これ日本語に訳すとおそらく人材ビジネスまたは職業紹介会社というふうに訳せると思うんですが、こういったところと提携をして、そしてまあ、クラスを開いていると。でそれとですね、またこういった顧客サービスのクラスを習得した販売員がニューヨーク州立大学のですね、取得も単位取得も取れるというような、まあ、非常になんかこうきめ細かなメリット感を出して、そしてこのワーカーセンターに人を集めているということを展開しているという話でした。で、最後にですね、質問した内容が、まあ、ラップとしてはですね、この労働組合のプロジェクト一番力を入れているのが労働者オルゴを育てるということだったんですけども、ではこのオルゴを育てるというのは具体的にどんなふうにやっているのかということを質問していました。Retail workers come into the Center for Frontline Retail for classes and trainings, and in those classes and trainings, there's an opportunity for them to talk about what the workplace issues are that they deal with where they work. And then there are RAP organizers who are a part of those classes and trainings who will have one-on-one conversations or group conversations with people in order to explore a little bit more and find out what's happening. Is there racism and discrimination? Are people's wages being stolen? Are they being forced to, as Anika mentioned, work on call shifts where to sit and really delve into the details of workers' experiences and issues that they're facing at work? And like Ashal said, that's usually the time when we plug folks into different committees. We have a women's committee, a racial justice committee, the Just Allies committee. So we identify what committee workers are interested in, and then
have been into that committee so that they continuously get involved and continuously work with us.はい非常にきめ細かく、まあ、労働者を育てようとしているなというのは分かったんですけども、やっぱり最初にそのフリーのクラスにオルグも参加して、まあ、ある意味潜っているわけですよね。でそれでこの販売員と話ができるなと思うと1対1で話したり、あとはグループで会話をしたり、でそのうち話をしてコミュニケーションが取れたなと思ったところで、それぞれに関心のある委員会に引き継ぐということでした。まあ、委員会には人種差別の委員会や女性委員会、公正な労働時間について考える委員会という今3つあるということですけれども、ここに参加をして、そしてさらに深く勉強し語り合いながら、そしてその次の段階として労働者オルグに育てていくと、まあ、非常にきめ細かく長い時間かけて地道にやってるなという印象を受けました。で日本でも流動化が、労働者の流動化、離職率も非常に高いですし、温厚的な働き方はもちろんあります。でそういう意味では今までのような労働組合の存在とはまた違う新しいこういう発想で取り組みをしていく必要があるだろうと思いますし、その上では、まあ、こういったニューヨークの組合とつながりながら、お互いに助け合いながらやっていく必要もあるのではないかなというふうにインタビューを聞きながら思います。はい、大体もう時間通りで進んでいるので、そろそろ終わりにしようと思います。これは大体今お話しした内容のポイントの重要な点をちょっと整理しておきましたので、またこれは見ておいてくださいということで、問題なのはアメリカ労働党が話を聞いたりや見て学ぶだけでは、知るだけでは役に立たないわけで、どういうふうに日本の私たちの労働運動、社会運動の中にどういう形で学んだことを活かせるのか活かせないのか、まあ、日本と法制度さまざまな違いもありますから、そういう中で、本当に低賃金一世紀の今置かれている問題をどういうふうに解決するためにどんな取り組みができるのか、あるいは最低賃金、まあ、日本の場合のその審議会という、まあ、いい意味でも悪い意味でも存在しているし、最賃の制度を、まあ、どういうふうに、現在まで使えるか、あるいはそれをどう改善していったらいいのか、まあ、そういうことも含めて、それを、まあ、引き上げていくためにはどういうふうな、まあ、なかなか今まで最賃の運動をそれぞれ州都の中で取り組んだいろんなことはあるわけですけど、なかなか、まあ、大きな運動で取り組めて、来なかったんだと思うんですね。まあ、そういう中でどういうふうに運動を作り、最賃を引き上げていったらいいのかということも含めて、まあ、議論していく必要があるんじゃないのかなと思います。ということで、そろそろ一旦休憩にして、その後、ちょっと藤井さんに回せばいいの？藤井さんの方で進行してもらって、とりあえず10分休憩。15分ですね。はい、じゃあ、55分までとりあえず休憩をして、その後、質疑をやりたいと思います。